回かな、これは。結構でかい音がして、このマイクの音もね、かき消されるような音です。はい、浮き上がりました。フラップがね、はい、地表を離れて。さあ、空、飛び上がりました。はい、これが、フラップがね、ふらふら揺れて、ちょっと古いね、この飛行機は。おお、怖い。ちょっと縦揺れしてますね。なかなか飛行機は好きじゃねえんだよな。いいね、なかなかいい飛び方してる。今日は人がたくさん乗ってるから少し重たいですね、機体がね。荷物もそれと同じで、重いですね。飛行機はね、少し助走が長いです。はい、だいぶ空上がってね、もう上級、これは今 500m かそのぐらいだと思いますね。今日はあんまり雲は出てません。気温が寒いせいか、いつもだったらね、ここで霧が出るんだけれども、少し霧が出てますね、羽のところに。ああ、雲。ここは温度差で霧が出てきました。ね。はい、だんだん。エンジンは一回飛び上がると、前回からね、少しスロットルを緩めて、それで、機体を少し斜めから水平に近づけて、それで飛んでいくんですね、飛行機はね。はい、エルロンとフラップがまだ浮力をつけて、そのうちフラップが少し上がって、機体がね、一定の高さに達すると、フラップを少し水平に近づけて、あとはエルロンで走行する。地上からだいぶ離れて、今はだいたい高度 1000m ぐらいじゃないのかな、これは。雲がね、下立ち込めてます。ね、今入っております。ね、下の景色も雲に、消されてね、少し見えなくなりかけています。これ大丈夫なのかね、この機体は。さあ、あれがね、九十九里の海岸ですね。下に海が見えます。九十九里の海岸を通って、九十九里じゃないな、なんだっけな、これ九十九里だね。この辺はなんていうとこだっけかな。はい、飛行機はね、だいぶ上の方飛んで、もう今雲の上です。海の上ですね。早いですね。海に出るまで成田からだいたい5分ぐらいで海に出てしまいます。で、今飛行機は左旋回しております。左に傾いてます。少し向こうに見える水平に立て直し、垂直尾翼に当て舵を取って、少し今右に向けました。あー、怖いね、この状態が怖いんだよね。で、今東南東に向かって飛んで、まあ、ニューヨークに、ニューカーもっと、北40度の方に、今55度のあたりですから、あと15度南に下るとちょうど北海道の、函館ぐらいの緯度のところに、ニューヨークがあります。もうじきニューヨークへ着きます。大体九州の鹿児島から東京ぐらいの距離よりちょっと長いぐらいじゃないかな。九州からだと30分だな、もっと長いな、こりゃ。今回のこのユナイトの飛行機は良かったね。これ一人一人にこれディスプレイがついていて、好きなチャンネルを選んでね、それでテレビが見れる。もう 3000m だね。大体雲が漂ってるのは1キロぐらい、地表から1キロぐらいが雲があるところ、そのさらに上3キロぐらいのところを飛ぶと、こんなような感じ。左にあちらにあるのがハドソン川、ケネディ空港はこの方向へ進んでいって、だんだん降りてきたね、やっぱり。着陸したい、着陸が一番難しいんだよね、飛行機っていうのはね。機体を下に向けてね、そこから後ろ尾翼は左に旋回しながら、左回りで、あそこへ
どう来ても同じようなんだよね。こうやって働いてますね、上から見ると。これはもう完璧にフラップが降りて着陸ですね。あとはね、着陸にほとんどエンジンは動かさないで、この状態が一番不安定なんだね。で、落っこちるっていう時もあるし、フラップも出てきた。浮力で、ほとんど浮力で、この状態はまあエンジンあんまり使わないで、浮力と打倒浮力を見てるんだよね。この状態は実は危ないんだよね。トップが吹いたら出たくないんだよね。ああ、着陸着陸、KG 空港は着陸だ。この飛行機は羽にエンジンがないから結構ね、音静かに取れて、ああゴルフのミニコースなんかがあり、ああいいね、アメリカらしくて、ニューヨークね、うん、パネル候補の家がいっぱい建ってますね。トレーラーも結構ね、アメリカのトレーラーは長い、まあ、同じかね、しっかり共通。さあ、ここは空港に降りるところ。さあ、もう着陸、ここで落ちる時もあるんだよな。ちょっと命は秒速50メーターぐらい、一番着陸が難しい。おーっと、羽まで入れて、フラップ、微妙にフラップ入れて、運転手の見せ所。ああ。大丈夫かなこれ。じゃあ、おー、ちゃんと降りてくれ。これでまだタイヤが曲がって、ドシャーンって死んで、これで逆噴射して、ブレーキがかかって、おー、フラップを上げて、よし、やっと着いた。下根で済みそうだ。はい、ケネディ空港に着きました。はい。この飛行機はなんか、まあ、そのまま年寄りが多いんだね。Today, this travel is to second travel. したんだろうね。うん。いいと感心して、いくつだって34。